第一次、サウード王国第一次、サウード王国の半島の変遷第一次、サウード王国は、1744年に、アラビア半島に建設された王国である、イスラム教寸の派系の文化であるワッハーブ派の、宣教師、ムハンマドイブン・アブドゥル・ワッハーブとナジュドの、豪族出身であるムハンマドイブン・サウードが、アラビア半島諸国の結束とオスマン帝国による、支配からの自立を目指して、 社会的、宗教的改革運動を起こすための同盟を結んだ、時に建国された。1744年に、両者はこの目的を達することを制約した、ムハンマドイ・ブンサウードの息子、アブドゥル・アジズ・ビン・ムハンマドと、ムハンマドイ・ブン・アブドゥル・アフハーブの娘の結婚により、両家の名役は強固なものとなり、それは世紀をまたいで、現在でも続いている関係である。 主君はワッハーブハイマームを兼ねる。王国の性格から、ワッハーブ王国ということもある。また地名から、ディルインア市長国とも呼ばれる。サウード家と、その同盟者たちの王国のファンは、はじめは、ナジュドに限定されていたが、そこから東に影響力を伸ばして、現在のクウェートから、オマーンの国境にまで及んだ。さらに、ムハンマドイブンアブドゥルワッハーブが、各地の人々や学者たちに向けて、 ジハードに加わるよう手紙を書いて呼びかけた中で、アスイールのコーチが服属した。さらに多くの軍事作戦の末に、ムハンマドイブンサウードは1795年に死没し、息子のアブドゥルアジズビンムハンマドが後を継いだ。さらに北には、イラクやシリアの国境近くまで広がり、1801年に、シーア派の聖地であるカルバラ及びナジャフを陥落させたことで頂点に達した。ここで、 ここで彼らは、聖人アリーイブンアビー・ターリブの墓所などシーア派の多数の聖地を破壊し、シーア派住民を虐殺した。1802年、王国の軍隊はヒジャーッツ地方に進出を開始したが、報復として1803年に、アブドゥル・アジズはシーア派の若者によって暗殺された。ムハンマド・イブン・アブドゥル・アフハーブは1792年に死没したが、 その11年後の1803年に、アブドゥルアジズビンムハンマドの息子、サウードビンアブドゥルアジズビンムハンマドビンサウードが、ヒジャーズへ軍を送り支配下に置いた。最初に、ターイフを占領し、次に、イスラームの二大聖地であるメッカとマディーナを、陥落させた。両聖地の陥落は1517年以来、聖地の守護者を辞任していた、オスマン帝国に衝撃を与えた。また、 イスラム原理主義であり聖者崇拝などを認めない、ワッハーブ派により、聖地メッカにおいて、多数の病が破壊されたため、それ以外の宗派から反感を持たれることになる。詳細は、オスマン・サウジ戦争を参照オスマン帝国は、エジプト総督、ムハンマド・アリーに、サウード家の王国を滅ぼす攻撃命令を下した。ムハンマド・アリーは軍隊を率いてカイロから、ヒジャース地方に殺到し、 1813年1月には、聖地メッカの奪還に成功した。1817年、ムハンマド・アリーの息子イブラーヒーム・パシャは、軍隊をナジュドへの中心部へ進め、次々と町を占領した。1818 18年4月、首都ディルイヤを包囲した。首都でのディルイヤ行為戦は、数ヶ月に及んだが、9月18日に、エジプト軍の勝利に終わり、 サウード家とワフハーブ運動を展開した主要メンバーは、エジプトやあるいは、オスマン帝国の首都イスタンブールへ連行された。ディルイヤは、徹底的に破壊されたため、現在は、王国が存在した、当時の面影は存在しない。最後のイマーム、アブドゥラービン・サウードは、後に、イスタンブールで処刑され、その首は、ボスポラス海峡に捨てられた。こうして第一次、サウード王国は滅亡したが、 ワッハーブ運動の火種はアラビア半島に残ったサウード家の生き残りと共にリアドに本拠地を移し第二次サウード王国を建設1824年から1891年まで存続した第二次サウード王国の滅亡後は生き残ったイブンサウード王子が再び王国を再建し1931年に国王に即位し現在のサウジアラビアとなっている このため、サウジアラビアは、第3次、サウード王国と見ることもできる。アブドゥラービンサウード、ありがとうございます。